すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、4番ホールパー5、490ヤード、こんな感じになってます。ちょい左ドッグ、攻め方は右のフェアウェイから左のフェアウェイから攻められますが、みんな左に行ってるようです。連続バーディーでイーブンに戻したいところです。左目行きました。ラフからフェアウェイに出てきました。ナイスショットです。パー5、2打目です。良さげな感じです。まっすぐ行ってます。なんとか寄せ番でバーディーを取ってイーブンに戻したいです。ピンまで約35ヤード弱です。今日はちょっとアプローチがショート気味です。惜しくもパーですが、ナイスパーでした。パー4、368ヤードです。ちょいフェード気味のナイスショットです。フェアウェイキープです。5番ホール2打目です。ちょっとラフに入ってしまいました。バンカー越えの100ヤード前後のショットとなります。少々ラフが深いのでスピンがかかりづらくなってます。良さげなショットになってます。バーディーパットです。なんとかこれを決めてイーブンに戻してほしいです。打ち切れませんでした。前川選手のパーパットです。
パー4、390ヤード、結構長めです。6番です。打ち上げの390ヤードなので女子にとってはかなりきつい距離になってます。上右にナイスショットです。林越えになってしまいました。2打目がスプリンクラーの穴の中に入ってしまっていますのでリリーフを受けています。落としどころを探しに行ってます。30ヤード弱のフックライン、第3打アプローチを少々オーバーしてしまいました。少々痛いダブルボギーでした。7番ホールパー4、380ヤードです。つま先下がりの130ヤードぐらいの打ち上げショットです。方向はいいように見えますが良さげのショットです。萌花選手バーディーパットです。ナイスバーディー。あと2ホールです。8番ホールパー3、162ヤード打ち上げのホールで左手前のバンカーに入れるとちょっとややこしくなってます。またグリーンが非常にうねってますので落としどころが難しいと思います。
い感じで飛んでってます。ナイスオンでした。パー3バーディーチャンスにつけております。これを決めてワンオーバーに戻したいところです。森川選手バーディーを決めたいところです。入れ入れ、ちょっと足りない、まあ、でもナイスパーでした。9番ホールはパー5、526ヤードです。打ち下ろしてから打ち上げのパー5、ここで一段戻して1オーバーで今日フィニッシュしたいと思います。ナイスショットでした。フェアウェイ真ん中ナイスショットです。ティーショットはすごくいいところにあります。アゲンスト打ち上げなのでちょっと2オンは難しそうです。フェアウェイ左に置いて3打目勝負のホールとなります。フェアウェイ真ん中に飛んできました。18番パー5サードショットです。だいたい100ヤード前後登ってます。右から左にグリーンが傾いているのでピンの右から狙っていきたいところです。いい感じに左に寄っていってほしい。寄りました。さあ最終18番というか9番ホールパー5に来ました。リンゴルファミリーの森川選手にぜひこのパットは決めてもらいたいと思ってます。惜しい、すごく惜しかったです。今日のラストパットです。 OK バーラストパットです。お疲れ様でした。こんな感じでハグハグです。オミクロンは関係ありません。彼はボランティアのキャディだそうです。50キロ離れたところから来ました。今日はこれから私のハシエンダクラブのメンバーのベストモエカとハシエンダのメンバーのベストのキャディ、彼もプロなんですが食事したいと思います。はい、今日の晩ご飯は昨日の夜ご飯の残りです。なんか冷蔵庫に入れとったら凍っとって、なんか解凍したらちょっとなんかカピカピになりました。なんかラップとかなくて、まあでもとりあえずもう食べに行くのもすごいめんどくさいしお金ももったいないんで、
この余りを食べます。今10時ぐらいなんですけど、もうめっちゃ甘いもの食べたくてホテルの下で買いました。初めて食べます。あんまり食事とか気にしてなくて、自分の好きな時に好きなものを食べてます。寝る前にアイスです。お気に入りのネットフリックスを見ながらF1 大好きなんででは、おやすみなさい。